日本の太田幸那選手です。昨年の世界ジュニアのチャンピオンです。シニアの国際大会チャンピオンシップの大会にはこの四大陸選手権が初めてとなります。4分間の演技が終了しました。日本の太田幸那選手でした。いや、やはり氷が荒れてますでしょ、最後になりますから、はい、でもうリンクサイドでスピードっていう声と、最後の方はスピードって言って前に努めて転ぶといけないので、押せ
氷を押せ、あ、氷をね、押す、押せというのと、彼女は最後に、まあ、転んでその後にトリプルトーダブルトーのコンビネーションありましたよね、はい、あの時に自分が夏合宿した時にみんながジャンプ飛べて自分は辛かったって、その時に頑張ったその思いを絶対飛ぼうっていう思いであそこは飛んだんですって。ああそうなんですか。そう、でもあの最後があったからあるんじゃないって言って、そうですよね、それもう本当に小玉のようにスピードスピードスピードって、もう最後はスピードじゃない、違う、押さなきゃダメだ、ね、押せ最後後ろにバックにいたんだけど、だ最後は前に出ちゃったかな私そうだったんですか。うん、やっぱりあれもスピードがないから飛べなかったんです今のも。あでも絶対にスピード落としちゃダメだ、ただし、やはり軽いじゃないですか体重が、そしてラストグループじゃないですか、あと氷が悪いんですやっぱり、そうなんですね。でも若干17歳になったばっかりの選手がこうやってみんなの前で滑るって大変なことですよね。そうですよね、なんか怒ってらっしゃるように私には聞こえますが、怒ってた好きがないよって私転んだのがやっぱ響くなっていうのは、まあ、あもう終盤ですものね。そうです、太田選手も終盤難しいもの持ってきますね。そういやだから悔しい思いすればこの次はちょっとやるって言って多分そう言ってたよね。いやもう心配、先生心配だったと思う。そうですね、だからセカンドマークあこれ出たからあ大丈夫って言った、セカンドマークは大丈夫。技術点が 5.1 から 5.6、 そしてプレゼンテーションは 5.2 から 5.8。 そうそうそう、セカンドマークは、いいですよね。でも3つでしょ、3が。そうですね。